どくせえぞー。子供の頃からこのトーク人気なくなるぞー。このオールナイトニッポン。今英語鳴らしてるな。バレエってさみたいな。もうバレエもね、バレエもそうだね。バレエもやらせたいの？バレエもやっぱ女子だからね。だからそのやってなんか嫌がったら無理やりはやらしたくないけど。それでだからさ、うん、日向坂と仕事しててさ、うん、全員そういう家庭じゃん。まあそうだね。教育が。あの、すごく。ちゃんとしたお嬢さんたち、ね。ちゃんとしたお嬢さんたちじゃん。うん、最悪だろ、それで俺みたいな人に。うん、はい、お前とか言われてなんかやりされてて、もう二十歳ぐらいになって、そんなに頑張って育てて。いや、親御さんとしたら、もう、なんぼのもんじゃないってやっぱ思うよね。いや、やってみよう。日向坂のさ、うん、お父様方、お母様方もさ、うん、オンエア見ながらさ、うんわっこいっすよ、なんぼのおんちゃやで、もう、腹渡りにひっくり返って。どこの馬の骨の。それ俺らの、ちょい上か同世代ぐらいだろ。いや、そうだろうね。うん、うん、うん。お前、来るって何度も思ってたろうね。何、無茶ぶりしとくれんじゃん、みたいな、ね。あと、K-MAX にもな。そうだね。そもそも K-MAX、なんじゃよ、おらって何やらすんじゃ、うちの娘にって、多分、春日が、そうだったらなるだろう。だって、その、15年とか経ちゃ、もう。いやいや、ほんと当たり前のこと言うけど、15年とか経ちゃ、中3だからね。当たり前だな。それにしても当たり前だったな。